私昨日1時からショールームってなんか告知したし忘れたかしらって今思ったんですけど、ああ忘れたかもしれん、ごめんなさい。今日のは1時から、ごめん。言ってないですよね。あのね、したんだけど、あのショールームで告知したんです。ショールームで告知した。あ、じゃあ今ツイッターに書こうかな。今ツイッターに書きます。そしてちょっと遅れてごめんなさい。今日は1時から。いや、なんか雨が降っててなんかドヨーンってしてる。今日は1時からショールームです。してます。なんかすごいなかなか起き上がれなくえ、でも全然遅れてないんだよ。最近でも 1,2 分ちょっと遅れてるけど、いつもなんか1分前とかに始めてたんですけど、ちょっと明日はねちゃんとぴったりかちょっと前に始めるようにします。そう、なんかマジでさ気圧低くてはぁって感じで、マスクはなんか今日はメイクしないで過ごそうと思ってすっぴんで写ってみたら、なんか昨日との落差がすごくてなんかちょっと怖くなってマスクしちゃいました。ごめんなさい。してます。よし、書いといた。そうだね、そうなんですよ。いやー、ちょっとあと2日ですね。あと2日、うん？だよね。あと2日です。どうしよう、はあ、今ショールームやってるの。2日、そう、今日入れたらあと3日。ちょっと、いや、私昨日アメブロに書いたけど、アメブロにも書かなかったっけ。あ、ショールームの時間は書いてないわ。明日は何時にしよっかな。そう、明日は東海ラジオがあって、その前にもちょっと仕事があるんですよ。東海ラジオが、私の出番が、5時ぐらいですね。まあ4時5時6時で、
その前にもあるから6時からショールームにしよっかな。明日は18時。ちょっと忘れないうちにもう送っていいですか、もうメールで。明日は6時、明日は18時からショールームする。忘れないようにように6時で、もし何かでこう遅れたりしたら、何かあの、そんなんて言えばいいですか、終わった後に何かあるとかなったらちょっとまた言います。大丈夫そうですか。18時からですね、明日で。ラジオも、津田さんがメインパーソナリティなやつに電話出演なので、私はちょこっとだけなんですけど、ぜひ聞きながらゲームやってください。グー。そうだね、よいしょ。声だけ？ラジオだから声だけです。多分。はいはいはい。昨日さ、夜さ、連続で5回ぐらい超エクストラ出て、1回はレーダーだったんですけど、5回くらい、ビール飲んでんの早っ、5回ぐらい出てめっちゃ疲れた。そうですね。そして昨日の夜ね、私エナジーウォーターが足りなくて出品したらもらえました。ありがとうございます。私ずっと同じぐらいの順位に行ったり来たりしてる。いや、50% は使い切ってないんですよ。 50% はすごいいっぱい溜まって、ただあれの時に効率悪いじゃないですか。エクストラの時に使わずに、なんかエクストラが出るまでは 50% 使うようにしてたんです。 50% 2つ使えばいいのかな。50% を2つ使ってる？あー、 50% 今ね結構あります。2個ずつ使ってこっか。ただこれさ、2個シュッて選ぶの、そう、マスクはちょっとね、全然元気です。ちょっと今日はマスクの気分で、ね、マスク姿でもう綺麗ですね。ありがとうございます。でも今日ちょっと1時からのっていう告知をショールーム内でしかしなかったので、私昨日なので、今日もう1回ぐらいできたらやろうと思います。30分くらいお詫びに。何時からにしようかな。このショールーム終わったらお昼ご飯食べて、何時でもいいんだよな。なんかココちゃんとお散歩しようかなって思ってたんですけど、雨がすごいから
時にしようかな。あれ、いや私ね13日だから13時っていう風に言ったんですよ昨日。そうでもその後ショールームの以外で告知しなかったんでごめんなさい、すいません。なるほどね、52個使った方がいいと思うね。分かった。何時からやろうかな。どっちよ、どうしましょう。どうしようかな。だって雨じゃない、外に出たくない。ねえ、るーちゃんの誕生日だったね、おめでとう。るーちゃん早く会いたいな。るーちゃん、るーちゃん、るーちゃん、ね、みんな 50% 2個ずつ使ってるから 100% に余ってる。そういうことか。だってママ 50% ない？ママは 50% も 100% もないらしい。なんかでママはなんか弱いから、弱いってか私も弱いしママも弱いんだけど、なんか全然勝てないかって言ってて、勝てないからなんかフェアリーどっちもにヘッドホンを渡してるらしい。あのいっつもこのノーマルのフェアリーっていう時になんかザコって言いそうになる。普通のフェアリーにもレアのフェアリーにもヘッドホンを渡してるらしい。そう、それで私も皆さんに言うと思ったんですけど、ママにちょこちょこエナジーウォーターを分けてて、そうごめんなさい、もし嫌な気持ちする方がしてる方がいたら申し訳ないですけど、ママも投票頑張ってくれてるんで。なんかもうママは勝てないから、フェアよ4個のフェアリーにもめっちゃパワープレイですね。だってまあでも確かに4枚もらえるっていうのは大きいけど、ちょっとフェアヘッドホンの減りが半端ない。ママさんにもカードあげたい。そうだからさ、ポイントよりもあれですね、そのなんて言えばいいの、フェアリー重視でやってますね。私は一応頑張ってなんかエクストラをやってるんですけど。なんかさ、というか私あのエリア10でエクストラ出るじゃん、で一旦他のエリア行くじゃん、でじゃあ8と9でもエクストラ出しとけないかなとか思ってなんかやったんだけど、なんか同時に2個は出ないみたいだよね。昼ご飯中みたいな、召し上がれ。こんにちは。やっぱそうだよね、1個しか出ないんだよね。すごい頑張って、それでさ他のエリアもずっとやってた。ママにはあの私があのたまにエナジーウォーターをこうお裾分けしてます。コンプした？コンプってさ、あの選択報酬じゃなくて普通の BK ライバル報酬ってことだよね。BK ライバル報酬は
してないんですよまだ。この多分9やってないから9でしか出ないカップたちいる？9エリア9でしか出ないカップたちいるじゃん。9と8でしか多分それができてないですこのお三方かな。いない？私このお三方と全然戦えてない。あ、9違うかな。全然あれこの3人なんで全然出会えてない。あー違うわ、戦ってるけどコンプできてない。あとねマシューのレベル1とこの赤髪の方の赤髪の方のこのダンサーの女の子で、このダンサーの女の子とマシューレベル1がなんかエリアどこに出るんだっけ、2とか3とか。でもどうせならちょっとそれコンプしちゃいたいんだよね。やんなくてもいい？そっか、分かった。なるほどね。あーなるほどね、コンプ不要エクストラ。ちょっともし、まあ、できたらやってみますけど、エクストラ優先でやった方がいいってことですよね皆さん。でもあとさ5人ぐらいなの。でもそのエクストラの3人は多分戦ってたらたまるじゃん絶対、強敵の人たちは。そのマシューとその赤髪の女の子だけなんだよね。え、超エクストラでは出ない？超エクストラではあの3人出るよね。そうだね。イエーイ。はいはい。いやーなんか確かになんか疲れた時とかにやるんだったらいいかもねエクストラずっとやってるとさもうはぁってなったりするから。イエイ。てかごめんなさいマスクしててとっても元気ですので、ここが触ってくれってすごいブツブツ言ってくる。うーって。あと、ありがとうございます皆さん。昨日大富豪もねちょこっとだけやりました。多分なんかほぼほぼ大富豪でした。大貧民一回なったけどすぐ大富豪に上がってなんかめちゃくちゃ何いい感じだったすごいなんかファンの人に申し訳ないなって思いながら
なんかめっちゃフェアリー出る、嬉しい。ダメココちゃん、ダメよ。めっちゃフェアリー出る。うわさりちゃんゆっくり話してくれるとこが嬉しい。私ゆっくりですか？嬉しい。なんか行動はゆっくりにした方がいいらしいって前本で読んだことある。なんかすごい自分がなんだっけな、精神的にちょっと余裕がない時とかこそ動きとか喋り方とかをゆっくりしてみるといいみたいなことを聞いたことがある。まあそんな普段からゆっくりはしてられないですけれどもね、ずっとは。フェアリー今日多い、すごい本当に多い。はいはい。でも行動力がねちょっと増えてきて、前よりはお話し方に癒されてます、ありがとうございます。行動力がね増えてきてちょっとやりやすくなってます。どれくらいかはちょっとね、どれくらいなんだろう、サリー。どれくらいかしら。ピストラでレベル上がってもうた。あるあるですね。いやー。これ何時までやろうかな。でも最近ちょっとどんどん長くなっちゃってたんで、今日は40分くらいに終わりにしたいと思います。で午後夜夕方またできたらやりたいと思います。じゃあ1時間前くらいには言うようにしますね。ちょっとめっちゃお腹空いてきた。みんなちゃんとご飯を食べてくださいね。ご飯もうなんかママはずっとお腹空いた言って、私が起きた瞬間に食べるって聞いてくるんですよ。食べない、起きた瞬間に食べれないじゃないですか。食ってない、今から食べます。サリナが真面目になった。ご飯何食べるんですか、みんな。っていうかやっぱそのエリア中ペペロンチーノセブン、エリア中以外でさエクストラが本当に出なくて、エリア中は出るんだけど、すごい。ピンがやばすぎる気がする。今日はなんかねむくんでるの、すごい。でちょっと恥ずかしいんで隠してます、すいません。なんかママがさサリのとこにさ見て、あモナカくれたんだけどさ、バッキバキなの。バッキバキやばくない。でも私は粒あんがそんなに好きではないんです。ちょっとうん美味しい、はい。どうぞ。美味しい、すごい。なんか美味しい。てかそう昨日さインスタライブ見ました？
ショールームの後にやってた。見た？つぶあん、つぶあんでした。見た？ありがとうございます。面白かった？あ、エクストラ出た。で、全然酔っ払ってないよ、一切。私もうほんとちょっとしか飲んでないんです。ほんとちょっとだけ飲んだだけで、マジでね、全然酔ってない。何、ゆきちゃんとかと喋るとさ、なんかめっちゃいじってくれるから、なんかああいう感じになっちゃうんだよね。そう、なんか私は最初元からなんかゆきとちょいちょい連絡取ってて、一昨日もドライチでそのリモートでみんなでお話ししてたんだけど、そう、それでインスタライブやろうみたいな、前にさ、なんかちかちゃんとやったりとかもしてたから、で、私お前押しゆきとやったじゃないですか。それでやろうとしたらまたおしりさんが隣にいて、そう、だから最初私いるって知らなくて、映ったら押しゆきが揃ってて、二人がなんかゴスロリみたいな地雷メイクしてた。そう、めっちゃ楽しかった。でも二人ともすごいコント劇見に行きたいってすごい言ってくれてた。なんか第1弾の名古屋公演決まってたやつあったじゃないですか。あれもすごいメンバーが見たいってすごい、名古屋だったら 見れるみたいな話とかもしてたんですよ。すごい見たいって言ってくれてた。めっちゃ楽しかった。アーカイブ残せばよかったの、普通に終わった瞬間すぐ削除しちゃった。そう、アーカイブね、残せばよかったですね。ちょっと今からエクストラやります。エクストラやりますね。そう、もし、そう見逃した方いたら、見てた方、なんか教えてくださいあれ？あれ？はい、それで何の話してたっけ。あ、そう、ゆきちゃんね、立候補しますって言って、嘘でーすみたいな、コントやるなら京都帰りますとか言って、でもゆきちゃんのなんでやねんがさ、聞きたいっていう人が結構いるみたいで、なんでやねんならもういつでもやするわみたいな感じで、動画内でなんでやねんってすごい言って。でもやっぱ関西人のなんでやねんは違いますね。やっぱ私もさ、結構さ、同期みんな関西人だし、親友も関西人なんですよ、兵庫の子で。だからめっちゃ関西弁が映ったりするんですよ映ったりするんですけど、やっぱ全然違うと思う。なんか周りに多いんだよね、関西人。私関西人引き寄せるのかな配信初めて見た、ごめんなさい、マスクで。そう、映る。ちかことかも結構がっつり関西弁だから、じゃあエクストラステージ今からやってみたいと思います。いきます、挑戦。あ、よかった、行動力満タンだった、よかった。ちなみにあれです、9です。今始めてます。今ココちゃんが水飲んでる。
聞こえます？ココちゃんが水飲んでる音、ぴゃんぴゃんぴゃんって。かわいい。喉乾いちゃったのかな。てか本当にお腹すいた。なんかお腹すいた。なんかもうちょっとでさ育成が終わる気がする。60レベルだっけ。やばいやばい、まだ平気か。 BP が足りなくなった。71か。でもやっぱ行動力の減りは遅いですね。9だとさ、どう頑張っても1枚ずつしか落とさないのかしら、これ。待って、超絶お腹すいた。いきなり。いや、何もいらないよ。なんかお腹すいたとか言うと、なんかママが持ってこようする。いらない、今食べれないから。順調です、順調に倒しております。BP ウォーターとかもさ、まだあるんだけどさ、ウォーターも使っていいのかな。全然なんかドロップアイテムが増えない。かわいい、後ろが、後ろが超かわいい。あと1分です。今謎に冒険へっていうボタンを押しかけて慌てて変えたら間に合った。やっぱりあと22秒で消滅する。もう一匹いけないかな。お願い、もう一匹行かせて。お願い、あと10秒。いけた、ラスト一人。行きました。なーに、はい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 。あ、ねえ、どうしたの？はい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 、よしよし、はい、終了しました。多分でも今ので10枚ぐらいかな。10枚くらいゲットしましたね。でもやっぱこの
期間になって投票券がさっき確認したらすごい集まってて、もうすごいなんか全然違うんだなって思った。エクストラは。はい、皆さん今日も配信ありがとうございました。おーい、ありがとうございました。本当に、じゃあ夜またできたらやります。本当に皆さんありがとうございます。でもちょっとあと本当にばっかり言って、あと2日なんですよ。残りもうどうかこのまま1位でいきたいです。皆さん頑張りましょう。イエイ、見てくれてありがとうございます。本当にまた頑張って